皆さんもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は無能な7の庭でございます。いやー、1話の最後でこの背景大丈夫なのかなってちょっと思いつつあるんですけど、いや、これでこそいいんじゃないかっていう考え方もあると思って、このまま残してます。 Let's go、 始まりましょう。スタート。あれ、したがって彼の能力と呼ばれる人間たち、あれ、今の7なの？ちょっと7よりなんかセクシーなのか？まあそりゃ裸でタオルしかつけてないみたいな感じなんだけど、このなんか可愛い系の7とちょっと違うような気がするんだよね。っていうか、これからですね、やば、OP やばいわ。はい、一人ずつ子供たち、彼女の同僚殺されていくのかな。人類の敵を滅ぼすね。笑ってた。恐ろしい。え、なんかゾンビ98点。コンタクト、誰か死んでるよ。また誰かが死んでるよ。先生、あなたモンスターを召喚しましたよ。この無能な7。都市を破壊し殺戮の限りを尽くす。こんなことがありましたね。正体は宇宙人でも魔物でもなく、特殊な能力に目覚めた人間だった。人間だったんですね。能力を持った子供たちが世界各地に少しずつ出没する。それで才能を持ってる奴らを全員殺そうって。力を持った人間たちに人類の法制度や倫理規定はまるで追いつかず。なるのほど。でもそれやばいよね、こいつら克服。いや、やばいでしょ、クーデターとか起こるかもしんねえじゃん。あるいは研究対象として動物扱いされた経緯から支配構造を転換、革命を志した。いや、それは革命するよ。5年にわたる血みどろの戦争には人類側が勝利した。これが本当の過去界。やがて年月が流れ、人々の考えも国の在り方も変わった。現在の国家は能力者の存在を公然と認めた上で、彼らは国内の訓練施設と称された学校に帳簿して隠す。それで殺すの？集められた人間たちは人類の敵と呼ばれる怪物と戦うために日夜訓練に明け暮れていると大半の国民は信じている。ヒーラー島に救う人類の敵を秘密裏に処理しろ。この任務は我が国の最高機密、失敗は許されない。いやー、これみんな殺されちゃうんや。彼ら能力者が結託するようなことがあれば、我が国は愚か、世界は滅びる。我ら無能力者は能力者に支配され、すなわち人類の終焉だ。できるか。ヒイラギさん、できんのか？知らねえか。あんの野郎、リーダーとか調子こいてると思ったら今日は休みかよ。でもさ、あいつにあんな度胸があったなんて意外だよな。せやな。中島さんがどうかしたんですか？大丈夫だ。こいつも殺すのちょろいんか。いや、これ OP に出るやつだからすぐにやられないかもしれない。あ、落ちた。てかこいつ飛んでるやん。あー、凝った。こんな訓練何の意味があるんですか先生？どうしてくれるんですか？いつ解けるんですか？
水深5メートルはあったはずの池が強っ、こいつ物理法則を無視して綺麗に凍りついている。バケモンじゃわ。そういうわけなんだよね。こいつらこそ殺さないと。そういう展開かい。やば。昔こういう本読んだことある。本当にスーパーヒーローが存在する世界がもう支配されててやばいんだ。私は人類の平和のために彼らを殺す。怖っ。氷聖夜さん。聖夜さん。何でも効率化せる。氷聖夜さん。まあね。ちょっと名前も。この机なんかも。簡単さ。ではその気になれば私も氷付けにできますか。お望みとあらば、可愛い君を永遠に可愛いまま氷の棺に閉じ込めて。怖っ。今のは嘘だ。人間は嘘をつくと緊張が止まない。なるほどね。ポーカーフェイスが破れたね。言い訳が来るのかい？こいつの嘘のサインはわかりやすい。これね。人を意のままに凍りつかせることはできないということか。判断力すごいよね。びっくりした。朝から続いて血の気の多いことだ。番長は俺なんだよ。お、もう一人くん。誰がリーダーだとかそんなことどうでもいいじゃないですか。おお、こいつもいたか。キブソはモグオ君、私の能力は分かってますよね。また時間を。私がご飯を食べるのが遅い人とご飯時にうるさい人が大嫌いなのも分かってますよね。おう、すいません。てか、時止めるのか。それはやばい。何でもできるやん。分かればいいんだ。仲良くしよう。時間。彼ね、時間を止められるって噂なんだ。強すぎるだろう今の。中島君はどうしたんです。認めたくはないけど、彼が学園で最強かもね。800万か。うるさいやつは多分早く食べないとあかんよね。うるさかったらダメやし。ヒイラギナナさん、私は食事中にうるさい人は嫌いなんです。また同じくいじめられっ子ですよ。朝も池に突き落とされそうになりましたし。あ、お漬物いただいていいですか。やば、時間戻した。あの今のは能力です。時間を止めます。いやー、言わないでくださいね。でも時を止められるというのは少し違いますよね。戻せるのか。私おしゃべりです。あなたの能力の詳細は言ってしまってもいいですか。そうです。私は時を止めるんじゃなくて過去に戻れるだけです。過去を変えた結果が現在に反映されるだけです。じゃあなんであいつはパンチされた。学園で初めて見抜かれました。あなたが人の心を読めるというのは本当のようですね。当たりでした。わーい。にわかには信じがたいが、そんなところか。先ほど確かに水の入ったコップがテーブルから落下した。でもちょっと怪しいぞ。床や渋沢の衣服に水が一滴も落ちていない。
それはそうやけど、ちょっと当たるよねって。全て拾い集められるとは考えにくい。さらにあの時、渋沢が止まった時の中で、モグを殴れたのだとしても、男のネクタイまで元通りにしてやる理由がわからなかった。つまり渋沢は時を止めたわけではなく、コップが落下する前の過去に戻り。でもちょっと待って。コップが落ちなかった現在を作り上げた。じゃあ、あのパンチはどうなった？そんな早い？あなたは大切な仲間です。共に世界を作り直しましょう。作り直す？やば。貧困と差別に満ち溢れています。しかし過去を変える私の能力があれば、はい、世界からあらゆる悪を駆逐できると思いませんか？いやー、やばいことするだろう。私がおかしなことになりませんか？私は間違えません。過去を変えられるのですから、間違わない私は何でもできるから。絶対の正義なのです。怖。なるほど。能力を持ったばかりに考えまで歪んでしまったか。私は飯粒を残す人も嫌いなんです。覚えておいてください。わお。助けます。きつ。しかし厄介だな。もしこいつが私の過去の討伐を目撃するようなことでもあれば。その能力で中島の失踪を調べてくれないか。やめてよ、奈良さんが困るじゃないですか。安心してくれ。人にお前の能力を喋ったりはしない。聞いてたのか。私には誰も叶わないだろうが。中島さんが失踪って、ただのお休みじゃないんですか？連絡は来てなかったらしい。ほう。寝込んでいるとかでは。それどころか昨日から部屋に戻ってもいないようだ。中島の部屋は俺の隣だ。部屋の壁は薄い。怪しいね。物音一つ聞こえなかった。学校に来ていないのを見て、さっき寮に戻って部屋を訪ねたが、回ってる回ってる。ヒイラギだった。なんで髪の毛触るんだよ。中島と親しくしていたようだな。はい。昨日も放課後。ちょっと髪の毛やめてくれよ、キモいな。はい。犬じゃないし。どこで何をしていたんだ。めんどくさいやつやな。答えてくれ。ただ遊んだだけよ。もしかしたらお前が中島を最後に見た人間かもしれない。髪の毛ほんまやめてくれん。リーダー就任おめでとうと、そんな感じでした。どんな様子だった？普通でしたよ。悩みが晴れたというか、人類の敵と戦うんだって。その後二人で寮に帰ったの。下手にごまかしていいものか、何か能力で探りを入れているのか。髪の毛やめんかい。今日やでいい。私もナナでいいです。というか、さっきからなんで私の髪を。悪いが触りたくなるんだよ。え、同じ髪型でな。は、悪いがって、え、妹。何かと尻尾は掴みたくなるんだ。え、なんだこいつ。気持ち悪いな。いなくなったわけだからな。やめてよ、もう気持ち悪い。もう俺すごい嫌な気持ちになって。確かにそういう噂ありますね。能力者が育つ前に叩いておこうってつもりらしいです。人の姿をして、すでに私たちの中に紛れ込んでいるとか。髪の毛何触ってるのですか？いえ、清谷さん、そんな、まさか。何です？いや、ちょっと変な声が。私、人の心の声が聞こえるんですけど。何の真似？お前が怪しいと。朝から授業をサボっていたと思ったら、やたら中島さんに熱心ですね。転校初日もずっと皆さんと距離を取っていたのに。別に。昨日リーダーとあれだけ持ち上げられていたから気になってな。それだけでしょうか。やば。敵に仕立てようとするんだ。あなたも急に絡んできて何なんですか。
そうだ、こいつを敵に回すのよ。ちょっと友達でも作ろうとしたんだよ。彼がもしや紛れ込んだ敵だとでも。私の勘違いかもです。聞いたこともない声が聞こえてびっくりしてしまって。まあ彼は要注意ですね。ひとまず追及は避けられそうだ。いいんですね。が、ヒイラギさんとしては中島くんのことが気になりますよね。気になるんですよ、それが。やかんってそれは。あーでもその時に殺せばいいんか。ヒイラギさんの仲間は私の仲間です。早っ、一緒に調べましょう。はい、顔では過去を見てきます。消えちゃうんや、全部見てきたのか。確かに中島くんは昨日から寮に戻っていないようです。めっちゃ疲れてるやん、あんた。しっこだった私は体を鍛えた。他にも何もあるはずだ。でなければこいつはすでに私の中島殺しを暴いているはず。時間限定とかあるでしょう。同じ場所に戻れるんですか。ええ、つまり抵抗を受けるような殺し方はダメだ。とっさに過去に逃げられたら逆に過去で私が殺されてしまうかもしれない。そういうことか。こいつが気づく前に殺さないとあかん。じゃあとりあえず1日前に戻ったら戻った先でも吐くくらいに。しかしなぜだ、なぜこいつは過去に戻ったのに中島の足取りを一度で全て見てこられなかったんだ。時間限定。もう一度見てきます。さっきは途中で人に見られてしまってね。え、人に見られる。お前が殺人だ。昨日の放課後、中島君と二人で海の方に行ってますね。それが何か。いえ、ちょっと二人の足取りを追ってみます。やばい、ちょっと早いと殺さないと。私と中島さんは海でお祝いしてその後別れましたよ。ええ、ですがその後中島君が寮に帰った様子がないんです。まずいな。でも大丈夫、こいつめちゃくちゃ弱ってるやん、体。簡単に殺せそうやん。過去で人に姿を見られると現在に戻されてしまうんですか。目があったりして、はっきりと認識されるとダメなんです。ほうほう、そういうことなのか。感づいたみたいな、それか。時間が経てば経つほど真実が遠ざかります。ですが、これも全て正義のためです。それにヒイラギさんだって中島くんが心配でしょ。ニコニコしていますが本当は心配なんですよね。ところで海に行ったのは昨日の何時くらいか覚えてますか。ちょっとなんか喋り方変わってるね。海で二人見られたら困ることでもしていたんですか。6時くらいだったと思いますよ。別にヒイラギさんを疑っているわけではないんですよ。分かってますよ。どうぞ行ってらっしゃい。では自分を信じるしかないだね。何か分かりますか。そしてこいつを襲う。茂みに隠れてはいたんです。覚えてる覚えてる、あったよねそんなこと。そうだ、今記憶は書き換わった。あの時周囲に細心の注意を払っていた。私は気づき気配ごと消えたと見極めて中島を殺した。おお、あんためっちゃできる子やないか。過去も誰かに討伐の瞬間を盗み見られるような失態を犯したならば、この先この化け物の巣窟で生きてはいられないだろう。確かにそうだよね。ほっとしました。疑ってしまったこと、どうか許してください。転校生が実は人類の敵だとか、ありそうですもんね。不本意ながら、
今日のところは帰りましょうか。はい、お疲れ様でした。下にはボディがあるんだけどね。ひ、どうしてそんなスコップ持ってるんですか。なんでそんな話黙ってたんです。ごめんなさい、あなたが信用できるかどうかわからなくて。スコップないぞ。どうした。これ罠作ってるね。ここで何が。崖際で握手した後、私たちは敵から逃げ惑いながらこの林に入りました。何かの罠。敵に跡形もなく食べられてしまったんです。私は怖くて何もできませんでした。ですが、過去を変えられる渋沢さんなら中島さんを助けることができるのではないですか。中島さんはちょうど今渋沢さんが立っているあたりでバラバラにされました。どうか声をかけるなりして。これで過去行っちゃうんだね。ちょっと待って、あいつがいない間同じところにまた戻るから穴を作って、そんで帰ってくるときに思う。生きたまま中島くん持っていけるの。なんかやると思うんだけど。スコップね、穴を開けるんだよね、あの同じ場所で。氷か。池は水のままだった。泳げない上に過去に戻った先でも吐くほど息が乱れた。この中に入っちゃう。まず溺れ死ぬと踏んだが、誰も水死体には気づかず、今朝と同じように池は凍りついたか。そういうことか。すげえな。戻ろうとしたらもう凝ってたんで、おさらばじゃった。この子とちょっと仲良くなりすぎたらまずいよね。しかしこの子めちゃくちゃ強くない？なんでこんなにできる？どうやって選別されちゃうんだろう、この子が。すごいよね、ほんまに。化け物と呼ばれてっていう曲。美味しそうな肉だ。うわー、食べた。ジーズス。あー、this anime is pretty fun。次は誰が殺されちゃうのだろうか。能力者 VS 無能力者。今までそうじゃなかったの？何か違うのか。次回 Guys、 これはすごく面白いと思っております。もしかしたらあのもう一人くんも暗殺任務で来てるかもしれない。でもそれは知らない。あいつはもう能力者の友達っていう可能性もあるので、てよ皆さん続き気になるじゃないですか。一緒に見ておこう。バイバイ、おおきに。